授業で内需拡大、公共授業で内需拡大、議員先生地元のためだか選挙のためだか、お代官様に袖の下、お代官様あらすぐ甘くなるんだよ。その少数を捨てる、机の上の議論は今や多数を捨てる、誰かさんと誰かさんがよろしくやってる、よくできました。小松大輔。